どうも皆さんこんにちは、グラプララバーズです。さて今回なんですけども、過去に上げた動画で安藤さんの熊刺し風ローストビーフっていうのをあの動画で上げさせていただいてるんですけども、その時にですね、コメントの方でこういう風にしたら美味しいんじゃないですかっていうコメントがあったんで、今回は実際にそれで作ってみたいと思います。いただいたコメントがですね、寿司さんという方なんですけど、まあコチュジャンとか、ニンニクとかでユッケ風のタレにしてあえてもちっぽさあるし味も良くなりそうかもということだったんで、実際に今回はユッケ風のタレを作ってローストビーフ絡めて食らっていきたいと思います。では早速いきましょう。今回はこちらのお肉を使ってローストビーフ作っていきたいと思います。ということで完成しました。ニュー安藤さんの熊刺し風ローストビーフユッケ味バージョン。寿司さんコメントありがとうございました。では早速いただきたいと思います。いただきます。うまいっす。いや前回のね、言うてあの和風というかちょっとあのビーツっていう野菜を使ったせいであのすごい土臭かったんですよ。今回はそんなこと一切ないです。いやこれうまいな。わさびの香りです。下にご飯が入ってるから進むな。よっ。
よく焼肉屋とか行くと、なんかあの米食ってると文句言う人いるじゃないですか。でも僕の場合はあのそいつよりも絶対肉も食うし米もがっつり食いますんで関係ないっす。ちょっと一本いただきますね。ルートビール。ああ、うめえ。肉で。はい、ごちそうさまでした。いやー、味はすごく美味しかったです。ただ肉のチョイスを間違えたのか、思ってるほど硬くてですね、今むちゃくちゃ顎が痛いんですよ。噛んでる途中もなんか顎が痛くなりすぎて噛めなくなるっていう、今日はお腹いっぱいじゃなくて顎が痛いっていうような形で終わりとなります。ということで、皆さんまたのご視聴お待ちしております。面白いと思った方はですね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また、このような形でね、まあやりたい方で作っていこうと思いますんでね、ぜひ、そちらの方何かの参考や楽しみにしていただければと思います。ではまた会いましょう。ピクルス、さようなら。さよー。